はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あのね、また綿が抜けましたわ。これで2回目ですよ。前はね、柔らかい蓋やったからしゃあないかな思ったんですけども、今回はね、しっかりした蓋をねしてもらったはずやのにね。左の奥歯ですわ、左の奥歯、虫歯のね治療中のね仮蓋ですよ。あのずっとね見てくれてる人たちはご存知かと思いますけどもね、もし初めて見ていただいた方はね、何のこっちゃ分からんと思うので、ちょっとだけ説明しますね。あのね、現在僕はね、白血病の影響でね骨髄移植をして、それに伴う合併症、まあ副作用みたいなもんなんですけども、それをね抑えるためにですね、免疫抑制剤というものを飲んでます。免疫抑制剤というものがね、まず厄介でね、骨や歯をね柔らかくしてしまう習性をね持ってるんですよ。まあでもね、おかげさまで骨には今のところはね影響は出てないんですけども、歯に対する被害がねすごくてですね、過去に治療したはずのね歯に詰めてたものまでね、こうポロッと取れてしまうなどね、そしてそこに食べたものが次から次へと詰まってしまってね、現在虫歯だらけでございます。先日のね3日くらい前かな、この前の前の前の動画かな、ちょっとあんまはっきり覚えてないんですけども、そのお好み焼きの日があったんですけどね、その日はね頑張って食べてみて、まあ案の定キャベツやね豚肉が歯にね詰まりまくったんですけども、まあ、その日はね歯磨きしてもね、まだわざわざ取れてなかったんですけどね、昨日ですね、いつものように流動食を作って、野菜スムージーを作ってですね、飲んだ後に歯磨きをしたところですね、こうぬるっとこう何か外れたという違和感がありまして、こうペッてね、こう洗面台にね吐き出したやつをねこう確認したらね、綿ですわ。2個確認できました。2個出てきました。あの3個詰めたんですよ、3個ね。あの3回ね、先生がね、歯科の先生がね、綿をね指先でこうくる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 って丸めて、こうピンセット的なやつでこう挟んで僕の口の中にあって入れて、あの3回それをしてたんで、こう丸めては挟んで詰めて、丸めては挟んで詰めてっていうのを3回してたので、その時にねしっかりとね3個ね確認できました。1個目入れて薬を染み込ませて、2個目入れて押さえつけて、グッグッグッと押さえつけてね、で3個目入れて蓋をされました。今回はしっかりした蓋しておきますんでねって言ったくせにね、取れたからね焦りましたよ昨日、ほんまに。まあ、前回のね歯科はね、先週の火曜日やから3月24日でしたね。まあ1週間ぐらいはね頑張ってくれましたね。しかし次の歯科はね来週なんですよ。あと1週間はね、こう残ってるその薬を染み込ませた一番最初に入れたね綿にね、このままちょっと頑張ってもらわなあきませんわ。その綿がねまだ残ってくれてるから、その穴が開いてる深層部奥底までっていうのはね、食べたものが入っていくことはないとね信じてるんですけども、大丈夫なんですかね。というか、まあこのまま調子よく進んだらですね、他の虫歯になってる箇所の治療をね進めていく予定やったんですけども、まあ、その予定はどうなるんかね、ちょっと僕にもわからないです。前回にね、もう完全に神経を抜いてもらってるので痛くないんですよ。痛いところは何もないんです。まあ今も痛くないんでね、調子はいいと思ってるんですけども、その虫歯がね痛くないのはありがたいですけども、とりあえず歯に詰めた蓋がね取れないようにしてほしいものですね。でもこれね、この左奥歯でこんな状況になってるから、他の歯の治療をしてもまた詰めたやつが取れるっていう、その同じことがね起こる可能性ありますよね。まあ以前にね2ヶ月前ぐらいかな、この前歯のね下の歯があるんですけど、そこのね側面、もう前から見えるところの、これが前歯の下の歯やったらね、このほんまにここにね、詰めた詰め物がね、2回詰めて2回取れてるんですよ。まあ、奥歯はね、左奥歯はですね、もともと治療を繰り返すために簡易的なその前歯の詰めたものほど硬くない詰め物だったので、まあ、受け止めてはいますけども、まあ、ここまで激しくない、例えば他のね虫歯に対しても今後治療進めていくわけですから、こう免疫抑制剤を飲み続けてしまっている以上はね、まあ、少しでもしっかりしたね蓋をねしてもらえるようにね、ちょっとね今度行ったら先生に頼み込んでみます。まあ歯医者にもねいろんなルールがあると思うんで、
できることとできないことがあるだろうから、僕の意見なんて、ね、通るか分かりませんけども、でもとりあえずね、早く噛みたいんですよ。めっちゃくちゃ噛みたい、ご飯噛みたい。味覚障害とね、粘膜障害で味が分からないのはね、我慢できますけども、今となってはね、我慢できますけども、口の中に食材が入ってきたらね、やっぱり噛みたいですよ。ほんまに気持ちよくね、ガブってね、噛みたいですよね。その方が食べてても気持ちいいでしょ。なんか心にもね、その方がね、満足感が得られるんでね。まあ毎日歯磨きしててもね、こうやってね、虫歯的なものがね、進行していってると思うとちょっとがっかりですけども、まあ、とりあえずあと1週間踏ん張ります。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。